Spinner。 おはようございます、ケリーアンです。5月16日月曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから世界に向けて今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。フィンランドとスウェーデンが NATO 加盟に近づいた。昨日15日、フィンランドは NATO の議会に加盟の承認を求めると発表しました。またスウェーデンの与党は73年間維持してきた加盟反対の立場を転換しました。トルコはどちらの加盟にも難色を示しています。10代の白人至上主義者がスーパーマーケットで10人を殺害した。事件はニューヨーク州バッファローで起こりました。当局が人種差別を動機とするヘイトクライムと表現した事件で、銃撃された13人のうち11人が黒人です。インドはほとんどの小麦の輸出を禁止した。その理由はインフレ率の上昇と収穫量の低下です。ウクライナでの戦争により世界の小麦供給はすでに逼迫しています。北朝鮮ではさらに15人が新型コロナウイルスで死亡した。医療インフラが貧弱であり、ワクチンが明らかに不足していることから、北朝鮮での感染者の急増は極めて危険な状況を招く可能性があります。ユーロビジョンソングコンテストでウクライナ代表が圧勝した。ウクライナのカルシオオーケストラの楽曲ステファニアは、グループのリーダーの母への思い、そしてバンドの母国への賛辞が込められた曲です。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。明日のニュースが気になる方はぜひ Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music でフォローしてください。 Quartz Japan では世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。他にも世界で暮らす女性の喜びや悩みを伝えるポートレートオブミーがスタートしています。詳しくは概要欄に載せていますので、ぜひこちらも見てみてくださいね。ケリーアンでした。 Have a nice day!